問題は A1 がN1K、A2 が M の N2K にします。それで、A を、これは A1、A2 で、ここ0で、ここ何でもいいです。これ N1 たす N2K ですね。で、問題はだから、ファイエラムダが、これ当たり前ですよ、本当に。ファイ A1、これ何個あっても同じです。こういうふうに A1 と A2 の、こういう多項式の積にかけるということですね。これ実はよく使われますね、理論的には。それで、ちょっと思い出しておくんだけど、同じような状況で A1A2 のなんとかのこれ0、行列式はですね、これ教えましたね、確か。講義中で教えました。これを使います。これだけですよ。講義中で教えました。要するに列とか A1 だけに着目したり、 A2、 これ行、 A2 の場合行ですけど、着目したりすると、変性が生じるんで、そういうんで証明しますね。ちょっと大丈夫ですか。これは割と使い勝手のいい式なんですけど、特によく使うのは、ここが H がサイズ1の場合ですね。いいですか。まあ4次展開とかでよく使いましたね、H がサイズ1の場合は。いいですか。でですね、これ使うと、左辺は、ラムダの、ラムダ倍の、大変ですけど、IN1、00の、これが IN1 たす N2 ですね。これの引く A1、 ちょっとこれダリーからこれ B にしましょうか。大変ですね。となりますね。あ、これ行列です。すいません。そうすると、どうなるかというと、ラムダ IN1 引く A1 ですか。それで、ここはマイナス B ですか。それで、ラムダ倍の IN2 引く A2 ですね。そしたらもうおしまいでして、これが、ちょっとスペースがね、なくて困っちゃったけど、これ使っちゃうと、ラムダ IN1 引く A1 かけるラムダ IN2 引く A2 になって、これはこの右辺ですね。右辺です。さて、これが式です。